これ、今すぐやるべきだよ、みたいな感じで、背中をポンって押してもらって、いや、このままだとやっぱり日本の産業ってすごく厳しくなるなって、ものすごい危機感を覚えたんですね。まさに起業されたタイミングが2020年の3月だと思いますけれども、ついにしようっていうふうに思ったこう経緯とか、辞めて起業するまでのこう動き出し方に関して、教えていただけますかそうですね。前の、その、まあ、新規事業をずっとやっていた中で、当時、アイリッチという会社も、 まあ今もそうですけど、あの、上場企業なんですよね。で、上場企業の中で新規事業をやろうとすると、まあ、かなり法的な部分だったりとか、まあ経理的な部分だったりとか、うん、まあ業務的ないろんなフローっていうものをですね、しっかりみんなが 動ける形に作り上げてからじゃないと、うん。で、納得いく形にして、ね、今のこう業務フローに、他の業務とかとこうしっかり影響を与えないでですね、きちんとできるようにしてからじゃないと、こう、何事もできないみたいなことがあって、うん、まあ、かなり時間を使ったなっていうのがあって、まあ、これ以上、こう、新規事業をやっていくっていうことに、こう、ちょっと限界を感じたというところがあって、うん、でまあ、もっとスピードを上げて、できるだけこう、リミット外してやったら、どこまでいけるかっていうのは、やってみないとわからないと。うん まあやる、やるべきだなと思って。まあ、当時からも、まあ、私も家庭もあって。で、あの、そんな中で、当時、あの、 今でもあるんですけど、スタートアップハブ東京っていう八重洲の方にはですね、はい、ぜひあの、企業を目指される皆さんもおすすめなんですけど、うん、ただであの、使えるこうオフィスみたいにちょっと仕事もできて、しかもあの、プロのコンサルの方にですね、ま、あるいは、あの、投資家経験があったり、あるいは、まあ、中小企業診断士だったりとかですね、そういう事業を作ることにも、プロに自分の事業を相談することができる窓口があるんですよね。うん、で、そこにこう、相談しに行って、で、事業計画を見せて説明したら、 これ、今すぐやるべきだみたいな、うん、感じで、背中をほーンって押してもらって、それがきっかけですね。なるほど。はい。本質的には同じ部分もあるんですけど、かなりあの変わってますね。相当違うものにはなってると思います。なるほど。はい。実際にもう、あの、今と違う計画で企業を。 開始したんでですよねそうですね、うん、まあお金もないっていうお話ありましたけれども、はい、なんかまず起業家ってやっぱり最初にお金がないじゃないですか、はい、まあ,ある人もいますけどね、えー、多分。 どううやっってててこう苦面して資金上達まででつなげていったんですかそうですね。まず、自己資金100万円で会社を作って、いろいろこう、お世話になった方々とかにですね、こう、いろいろ回って、で、今度事業やろうと思ってますって、こういうことをやろうと思ってますっていう話してで、よければぜひ、出資してくれませんかとか、うんまあ、あるいはもう、こう、それを言う前に、なんか、お金出すよみたいな、うん、必要でしょみたいな感じで言ってもらう方もいて、で、まあ、そんなんでこう回ってですね、まあ、最終的には700万集まって、まあ 800万ぐらいある状態になりましたと、うん、それだと自分が1年給料で終わっちゃうっていう感じなので何も作れないっていう話になるので国民銀行校に行ってでそこで創業融資っていう制度があるのでそこで1000、うん、万円のこう融資を受けてでさらにキラボし銀行さんに。 でまあ、1,000万円、候補さんで通りましたって言ったら、よし、じゃあ1,000万円、もう一個行きましょうみたいな感じになって、うん、合計で2800万でスタート、うん、<laughs> そういうところからですね、まあ、正直、個人ではあまり見ることのない金額だったんで、まあ、入った瞬間は、おーって思ったんですけど、その直後に、そのプレッシャーみたいなものも押しやせできて、あ、うん、る意味、緊張感みたいなものを、今でも、まあ昨日のことのようにずっと覚えてますね。ういうはい、うん やっぱりあの、資本が手厚いと、銀行、金融機関は融資をしやすくなりますよね。はい。手持ちの資金の大体3倍ぐらいっていったところが、おそらく、融資してもらえる、こう、標準あたりなんじゃないかなとは思います。うん、創業融資の、こう、説明書を見ると、確かに十10倍とかかな。手持ち資金は10分の1でいいとか、<laughs> 結構緩いこと書いてますけど、うん、多分さすがにそんなことはなくてですね、うん、多分3倍ぐらいで。なんか3分の1、まあ、あの、例えば、 1000万欲しかったら400万ぐらい手元に2000万あの融資受けたかったら まああの、700万ぐらい手元にあるぐらいなの,のが多分必要なんじゃないかなと思いますけどうん、うん、はい。まあそれぐらいあると、銀行も、え、それはもう本当、創業期だけの特別ボーナスですね、うん。行くタイミングもすごく大事で、事業が始まって遅すぎると、やっぱり実績を見られるのでうん、うん、最初なんか実績上がんないはずなので、始める前から動き出してとか、あるいは始めた直後に、できるだけ速やかにやった方がいいかなと思いますね、うん。なるほど。はい もう創業期からやっぱり IPO を目指していこうっていうふうにお考えになっていらっしゃったんですかそうですね。最初から IPO をやっぱり目指したいと思ってて。っていうのは、あの、やっぱり事業を始めたきっかけっていうのが、新規事業で電子部品集まった時に、電子業部品業界っていうか、電気業界そのものがすごいこう厳しい状態になってて、例えばなんかソニーが本社を売るなんてことをまあ言ってた頃だったんですよね。うん、僕が学生時代って電子工学っていうのはこう、まさに <laughs> あの <laughs>、 これからどんどんん成長してていってまあむしろ潰しが効くとかですねますます伸びていく産業だと思ったんですけど社会人になってきたらちょっと違う状態になってきたみたいな感じだったんですね当初すごい目の当たりにしたのはその新規事業で例えば結構大手の電機メーカーさん行ったりわざわざ海外に出張して電気メーカーさん行ったりとかいろいろやった中でなんかみんなちょっとおかしいと思ったんですねハードウェア設計ができない ハードウェアのエンジニアさんとか、<ー>プログラムができないソフトウェアのエンジニアさんとか、なんかこう、エンジニアって自分で手に職を持って、自分でできるようなものって、僕はずっと思ってたんですよね。うん、だけど、いろんな人にこう企画だけ作って、なんか品質管理したりとか、そういう自分たちで手を動かさないで、まあ、プロダクトを作っていくみたいな、まあ、ある意味ちょっと投資に近いですよね。うん、そういうことが多くて、これこのまま行くと、おそらく日本が、 まあ、例えば中国とかとあ<あ>それまではこう OEM で作ってくださいってやってたのが、はい、その後あと開発までこう一緒にお願いするみたいな、うん、ODM みたいなデベロップメントも一緒にお願いするみたいなことをやりだしててえでも彼らは作ってくれますけど作れない人たちから依頼されて作ってるうちにだんだん自分たちがなんかこう品質管理とか 分かるようになっちゃったら、いずれそれ立場逆転するよねって、うんうん、当たり前のことだと思うんですけど、まあ、結構そんなことがずっと起きてて、いや、このままだとやっぱり日本の産業ってすごく厳しくなるなって、うんうん、ものすごい危機感を覚えたんですよね。まあそういうのもあってですね、世の中の大変なところをですね、まあ、僕らの力で変えていった方がいいんじゃないかなと。まあだん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 こうスタートアップのこう会社やるぞみたいなところで調べていったら、なんかそもそも日本でこう、世界に、例えばこう、今までソニーとかニンテンドとか世界中こう、バーッと こう似合わせたようなそういうことって結構最近起きてないよねみたいな、うん、で調べれば調べるほどそういうのがどんどん出てきてユニコーンと呼ばれるようなそういったベンチャーが、まあ、あんまり出てきてないような、うん、みたいな結構こう国内だけでこうできるようなビジネスやってるっていうところはすごく多いと思うんですけどそれをなんか外資系のスタートアップが急にわってきての <laughs> ズタズタにしていくみたいなのってところどころで起き始めてるかなと思うので、うん、やっぱり。 世界に通用する事業を作って まあ、IPO はもう一つの過程でやるぐらいの勢いでですね、やった方がいいんじゃないかなっていう、まあ、そんな気持ちでスタートしてたんで、うん、正直 IPO はやるのが当たり前というか、最低限前提みたいな感じで、最初からイメージしてましたね。ねる、うんはい、産業を変えてやると、こうあの、もっと盛り上げていくうそうですね。そういうあのミッションというか思いで。はい。なんか、もう僕、俺たちがファーストペンギンになって <laughs> 飛び込んで <laughs>、まあ、なんかあいつバカだな、お前死ぬに決まってるよって思ってたら、でもなんか死んないけど、あれなんか、 あいつっっちゃったよみたいになったらあいつができるんだったら俺も行けるかもなみたいなのがこうわーって集まってひ、うん、広がっていけばなんかこうまた日本の産業がこうわーっと盛り上がって、うん、みんなが楽しくできるんじゃないかなと思ってて。うん、はい <music> そして資金調達シリーズ A ラウンドを今年迎えられましたよねそうですね今年の4月に迎えました環境縁の投資さから2億円 2>, 2億円ですね<あ>はいこれは非常に大きいと思いますけれどもそうですねなんかそのハイライトといいますかこういきさつを端的に教えていただけますか出会いはですねその前の年の22年10月ぐらいにやってた野村証券さんのやつだ ピッチーイベントで、うん、で、登壇させていただいてお話ししたっていうのが最初ですね。家計、うんまあ、ルギー投資のこう池田さんっていうボタンがですね、早速すぐに連絡くださったんですけど、うんうん、僕は当時、そのスライドの中で、 公園の中におじいちゃんおばあちゃん、まあ子供とかこうファミリーがですね、こう座ってるシーンにエアコンがあって、あの、外なのにエアコンでこう公園のど真ん中でエアコン使ってるみたいな変な画像を一枚差し込んで、皆さんこれ見てどう思いますかみたいなプレゼンをしたんですよね。で、それがもう結構衝撃だったっていう風に言ってくださっていて。 まあそういう出会いがありまして。で、そこからは、あの、いろいろとこう、コンタクトをさせていただきながら、まあ、河村社長ともちょっとお話しさせていただいたり、で、その後はいろいろ必要な書類みたいなものを、どんどん作りながらは提出していくみたいな、うん、質疑応答もどんどんこう、返していくみたいなことを、まあ、日々事業をやりながらこうやっていって、なるほど。はい。最終的には4月に購入金いただいたっていう感じなんですけど、うん、切り替えてみれば半年ぐらいかかったな、みたいな。うん 感じですかねまあ今、資金調達環境、決していいとは言える状況ではないとは思いますけれども、はい、なんかそういったご苦労って、終わりでしたかそうですね、何社かな、多分40社近くはずっと断られてきたんじゃないかなと思います、うん、まあこれはもう3年前から始めた頃からまあカウントしてっていう感じなので、始める前はシードっていうと、プロダクトがあれば。 あるいはまあ、事業計画でいい事業計画があれば、資金調達ができると <laughs>。まあ、プロトタイプみたいなものができれば、まあ、場合によっては、あの、シードあるいはシリーズ A ぐらいまでの間とか、その辺いけるんじゃないかな、みたいな。漠然といろんな、こう、外から見てる情報だと、そんなイメージでいたんですよね。なんで、ある意味甘く見てたな、っていうふうに思いますね。そんな甘いもんじゃないなっていうのは、正直印象としてはありましたね。<ー> <はあ S 2> なるほど、えー その間プロダクトは変わってますよね当初の事業計画と今の事業とはいそうですね変わったなんかきっかけと言いますかあの背景を教えていただけますかこれはあのきっかけというか実は最初から仕込んでた話でございますまあ、当初僕が会社立ち上げた時っていうのは新型コロナウイルスで感染対策の製品っていうのが qu qu うわーってこういろんなジャンルで生まれたんですよね わかりやすいのは、こう、入り口で検温をしますみたいなのが、最初はこんなハンディタイプから、なんかこう、顔で AI カメラで映るみたいなのがわーってあって、今じゃあんな数万円ぐらいで買えんですけど、当時はね、あれを100万とか100何十万とかで、へへ映てボロ儲けした会社が結構あったんですよね。まあ、それ以外にも空気清浄機があったり、除菌スコッチがあったり、あの、こう、アルコールのハンディとか、みたいなものだったんですけど、その中でひっそりですね、換気をメーターで見える化しましょうみたいな、 感染対策の、こう、製品の需要っていうのが、あの、あったんですね。で、当時は誰もそこを目をつけてなくて、他のものに、例えばなんかこう、検温したものを IoT って言うと、なんか、それ何の意味があるんだろうとかっていう感じがするわけですね。なんかいろんな全国のその、検温したのをこう見れても、あんまりそれでみたいな。もうすぐにその場でお客さんいるのに、なんかこう、何もやりようがないじゃないですか。なんか換気だけは、いろんな部屋の換気の状態がこう見れて、で、あ 換気が足りないっって分かったら例えば、換気装置のこう運転状況を変えようとか、あるいは設備を変えた方がいいんだろうみたいな、なんかちゃんと抜本的な対策も取れるねみたいなところがあるのと、センシングしたこう値をこう常にこうパソコン上とかスマホ上でこう一括管理するっていうのって、まあ、割と売りにかなっていうのは集中監視するっていうのはこうリスクの見える化としてすごくいいなと思ったんですよね、うんで。当初まだ誰も全然やっててなくて多分 なんか、一、二社プロトタイプでちょっと作ってたのかなぐらいのところに、まあ、5月ぐらいにこう、やるぞって言って、だいたい6月、7月ぐらいにはもうプロトタイプが完成して、うん、で、なんか、売って回ってたみたいな感じでやってたんですけど、うん、コロナの対策製品だけだったら、まあ、絶対収束するから2、3年ぐらいで終わるっていうのは、これも、うん まあちょっと考えるとわかることなんで、まあそれはそれでも全然、そこも折り込み済みですね。その先ですよね。この感染対策の,の換気の IoT 化っていうのと、先にちゃんとあるかっていうのをちゃんとあのまあ見る必要があってうん、うん、で僕はもう換気に目をつけたのが、いや換気をしたらせっかくエアコンで冷やした空気を外に捨てるんだから、絶対空調にものすごいロスがあるよねっていうのは直感的にもう見た瞬間に思ったんですよ。えそうですか。はい。 まあ多分、子供の頃から、まあずっと電子工学やってて、あの、学生時代も、なんかこう、見えない、こう <laughs>、ひたすら実験をやり続けてたみたいなのが多分聞いてると思うんですよ。それがこう、インスピレーションで見た瞬間に、こう、うん、そのイメージが頭に開いて、まあ調べてたら、一部そういうロスがあるっていうことを、まあ論文だったりとか、まあ国でこういうのを対策としてあげてたりみたいなのが見つかってきて、それに対して、きちんと当てはまるようなプロダクトっていうのが、 まあ当時、世の中に全然なかったんですよね。うん、もうそれ、それ自体はもうなかったんですよね。なんで感染対策はあったっていうのがやっと1、2個出たかな、みたいな感じだったんですけど、うん、換気制御みたいな全然ありませんでした、みたいな感じで。まあ、厳密に言えば、代替するものはあるにあったんですけど、まあ僕のイメージしてるような、クラウドで手軽にポンって入れられるようなものってのなかったんですよ。で、この、うまく重ねたんですね。この換気の見える化っていうビジネスを、で、センサーがいろんな建物に入っていきますよね。そうすると、いろんな建物の換気の状態が僕らの手元に入ってくるんですよ。うん ただ、まあ、仮説としては換気の状態を見て、まあ、おそらく無駄をいっぱいしているに違いない例えば百貨店の売り場の昼間なんか誰もいないのにおそらく換気装置をブンブン回してエアコンもブンブン回してきっと無駄が多いんだろうというはずだろうとでセンサーを置いてみてでも可能性としては置いてみた結果実は基準値ギリギリでうまく制御されてますみたいなことになっていてそこの入り込む隙がこうない可能性もあったんですよね。 でもその時はもう仕方ない。じゃあピボットしようと。それはもうしょうがないと。少なくともセンサーで売り上げ上がってるっていうタイムラグがあるんで、その間に次のビジネス考えればいいやっていう、まあ一応こう逃げ道はあるなっていうのがこうありながら、換気制御っていうのは事業としていける可能性が高いっていう仮説をもとにセンサーを打って、で幸い1年ちょっとぐらいでこう1000台ぐらいこう全国にわーっと売れたんですよねすいは。そしたらこうセンサーを導入した、まあすごい多くの建物ですね。 換気のの無駄をててるっていうのがデータをもとにこう計算してみたらとてつもない経済効果だったりあるいは事業者の方々へのこう負担減みたいなのにつながるっていう電気代の負担減そうですねはい、まあ、厳密には電気だけでなくガスだったりとかあ<ー>あの空調にいろんなエネルギー源があるんですけど、まあ、あらゆるものに効くなっていうのと。 っていうのがあって置いてみて。結果間違いなく、これは事業になるっていう。確信が持てて、それからまあ1年ぐらいかけて工事をできる。体制とプロダクトっていうのを開発してでまあリリースしたみたいな。そんな流れだったんですよね。なんで。まあ最初からこの換気制御のところっていうのはやるつもりで。 で、換気の見えるかみたいなことをやっていたっていう感じですね。当初はあの、三つの領域をちょっと考えていて、IoT として私たちのこう、技術の蓄積につながるっていうのと、それからまあ、売上につながるっていうのと、あとあの、実績を増やしていくっていうですね、まあ、売上と実績ちょっと似てますけど、まあ、ものをたくさん入れたことがある。 経験があるか、実績があるかどうかっていうのは、やっぱりその後のスタートアップのこう、事業を展開していくにものすごい重要なポイントになってくるんで、うん、まあ、だいたいあの、売り上げの前に実績が先になってくるので、まず実績を作るみたいな。でも、実績だけあっても、作った技術が次に使えなかったら、また結構お金もない中で大変じゃないですか。なので、次の事業にも使える技術っていうところと、 でかつまあ売り上げも入ってくればこうキャッシュフローも少し楽になるから調達するお金も少なくて済むよねみたいなそういう,こう3つの領域が重なる領域で,でかつも,もちろん競合が少なくて自分たち競合優先を発揮できるっていうような部分っていうのは何かなっていうのもまあ考慮した上でですねこう進めていったっていうような流れですね。なるほど。うん、勝てる領域とあとはその勝ち筋をしっかり考えていって進められたということですねそうですね。うん 今後、シナプスさんが目指している世界観とか事業のイメージってどういったものになるんですか私たちは、世界中の人々の自己実現を可能にするっていう、まあそういうことをですね、ビジョンにまあ思い描いてまして、世界にはこう、安心安全すらこう、まあ脅かされていて、手に入れられない、自己実現なんてもっと <laughs>、後の話みたいな、それどころじゃないよみたいな方がすごいたくさんいると思うんですけど、テクノロジーっていうのは、 そこを乗り越えるだけの僕は力があると信じているんですね。なので、世界中の人々に対してインパクトのあるような、そういった技術っていうのを次々に生み出していって、うん、まあその先にはですね、僕1代ではあの達成できないかもしれないですけども、まあ二代3代渡ってですね、世界中の人々がですね、もう、まあ、自分たちが自己実現をするためにですね、自分のやりたいことをですね、に向かって何でもできる時代、挑戦できる時代っていうところに持っていきたいなって思ってました。うん、はい。そのためにこう、 まあ、テクノロジーっっっってててていいいいううのをを作っていくっていうそんなことをやっています、まあ、僕たちはその最初から、まあ、先ほど日本の産業っていうのがすごい大変になってきてると思うんですけど、まあ、これはこうみんなが頑張ることによって絶対にまた輝きを取り戻すことができて世の中はもっと面白くできると思うんですね、まあ、そういう,こうワクワクして一緒に新しい日本の未来を作っていけるそういう仲間をですね僕たちは自分たちのことを世界維新の志士と呼んでるんですけども、うん、一緒にですね志士となって世界をこう変革するような まあ、みんなにワクワクさせるような、そういうことができる仲間を、まあ、募集しておりますので、ぜひ、面白そうだなって思った方はですね、お声かけいただければと思いますあの。YouTube の概要欄に貼っておりますので、えー、ぜひ、えー、まあ、気軽にですねあの、ご連絡いただければと思います。では、本日、えー、シナプス代表の、えー、岩屋さんにご視しいただきました。岩屋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。